おはようございます。通学のお供に朝から古文単語。本日は妻を紹介します。この単語は漢字に応じて意味を使い分けていくのがポイントです。まずは一番最初の漢字、こちら橋という漢字で妻と呼ばせる場合、丸一番の意味で先とか橋という意味は漢字通りのイメージです。ということは入試問題で出題されるのはこの丸二番、物事のきっかけのような意味で使われるよっていうのが意外と盲点なんです。しかしながらこれは短所という重要な熟語に置き換えて覚えてあげれば、短所の短の字、つまり物語のきっかけというのが出てきそうですよね。このあたり上手に暗記していきたいです。2番目はまさに奥さんという意味での妻なんですが、見ての通りです。丸1番に来るのはつまり入試であえて単語問題に出題された場合は妻ではなく夫という現代語訳を聞いてくる可能性があります。まあ、なので漢字を見ただけで性別をパッと判断してしまうのではなく、しっかりと文脈から男性であるか女性であるかというのを見抜いて、その上で回答していきたい。これがポイントになりそうですね。ちなみにこの妻という字は掛け言葉、洋服の裾である妻とよく掛け合わされることがあるので注意しておきたいです。在原業平の有名な歌、カラコロもきつつ慣れにし妻しあれば、これも着慣れてしまってちょっと柔らかくなった洋服の妻と、慣れ親しんでずっと一緒に暮らしていた奥さんの意味の妻を掛け合わせているというので出題率が非常に高いんですね。復習することはもろもろたくさんあると思いますが、ぜひ頑張ってください。ということで今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃい。